オリジナルテレビアニメ忍びの一時、司会を務めます鈴の音涼子役の関根ひとみです。桜庭一時役の大阪亮太です。そして香川時貞役の小石克之です。よろしくお願いします。お願いします。一番声がでかい。はい、ということで10月から東京 MX 他にて放送するオリジナルテレビアニメ忍びの一時にちなんで、忍びとは一体どんなものなのか、さまざまな企画を通して学んでいきたいと思います。はい、そんな学ぶ番組でしたっけこれ。忍者というものを通じて忍びの一時を宣伝する番組です。前回の思い出全く宣伝になってなかった気がするんですけど。私も見させていただきました。どうだった？なんか今日は頑張るぞって思ってここに来ました。今ので全て込められてるね。忍びの一時がどんなアニメなのかが分かる内容となっておりますので、そちらもご覧いただけると嬉しいです。お願いします。では早速お二人にはこんな対決を行っていただきます。はいはい、大阪さん VS 小西さん、忍者適正試験。適正。2階の窓から飛んだらいいですか？やばい。いろんな意味で迷惑。どちらの方がですね、忍者としての適性があるのかというのを様々な企画で戦っていきたいと思います。私が試験官です。お二人は試験を受ける忍者の生徒さんということで。これ優しそうだな、でもな。確かに。ニコニコしてくれてるから。ミシミシ。ミシミシ。ちなみに、この適性試験を制した方には商品があります。私が演じる鈴の音涼子はですね、人間オタクの女の子ということで、忍びのアイテムを贈呈しますので。人格、人格くれんの？リアル人格かもしれませんよ。変身でいいのあれ。それではですね、今回の試験はこちら、手裏剣試験英語禁止忍者ダーツ対決。忍者といえば手裏剣ということで、専用のね手裏剣を使用して行うダーツゲーム。本当だ、手裏剣になってる。こんな感じに、特徴がダーツの針になってるんだ。そうなんですよ。でこちらの、忍者ダーツで対決していただきます。それぞれ3回手裏剣を投げていただきまして、最終的にポイントの高い方が勝利となります。途中ね、様々なトークのお題なんかも振っちゃったりするので、ちょっとお話ししながらやっていけたらなという、英語は全員禁止ってことですか？関根さんだけだよね、大丈夫。私は英語を喋っても大丈夫です。いいんだ、でもダメにしようよ。あ、頑張ります。よし、喋った場合、私がですね、ベルを鳴らしますので、最終的に喋った回数かける10をダーツのポイントから引かさせていただきますので、英語を意識しながらダーツを行ってください。準備は OK ですか？ OK です。では、忍者ダーツに挑戦していきましょう。まずは、大阪さんです。はい、意気込みをお願いします。やります。英語禁止、スタート。何を投げるの？え、あの、手裏剣です。手裏剣の、手裏剣の、あの、何、これ何を、針がついた、あの、的に、あの、点数が乗った、何がついた的ですか？点数が乗った、あの、的に、的に、ぶっ刺す、これは、勇気です。西洋では、西洋では何て言う？その反則でしょ。さあ、やっていきましょう。投げますよ。1投目。1投目。どうぞと言ったら。おぉ、刺さんないじゃん。私早速なんですけど、演じる人物をやる上で気をつけた点などあれば。気をつけた点ですか？ちょっと休まないで、ちょっと投げるの。投げていい。いときくんは、あの、普通の男子高校生なんですけどね、はい、昔から鍛えられた、感じがあるので、なんか弱々しい感じにならないようにはしたいなって。おお、刺さった。刺さった。これ2点の3倍6点。いや、一番低いとこ行ったら。3投目、はい、3投目トークしながらでしょ。トークもしながら。あー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 おしゃべりしながら行きましょう。行きましょう、はい、苦労した点なんかもちょっと。苦労した点はそうですね、最初の設定からね、僕台本もらってから設定が変わってたので、それにまず驚愕したんですよね、よくそれでよかったね。そうなんですよ。最初だから、あの、20歳ぐらいの設定だったんです、蓋を開けてみたら、あの、15歳だったかな。さあ、というわけで、大阪さんが3投してくれました。はい、6点です。喋ったら何点引かれるんでしょう？喋ったら、かける10。おい、マイナスになってる。今言ったよ。今言ったよ。20点引いて。では、小西さんの1投目です。はい、おしゃべりもしながらやっていきます。わかりました。じゃあ投げます。あ、えいっ。
バトにはいきます。じゃあ2投目、はい、えい早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 い3投目えいトークする気ないなんでなんで刺さったよ15点ですよしちょっと待ってくださいよやっとない15点何これただ小西さんが楽しんだねということで結果大阪さんが6点引く20点でマイナス14点話にならないそして小西さんが15点天才ということで小西さんの勝利どうでしたか手裏剣が刺さらない勝負事として成立しているなんと、まあ、でもまだまだ続いていきますのでまこういうのがまだ続くんですか、はい、ちょっと考えさせてもらいますこれはもうあれじゃないこれはもうない他のゲームこれよりはやりやすいやりやすいと思います楽しいんですか楽しいと思いますということで今回の忍者適正試験でした、はい、まだまだ続いていきますので、ね、ご評価チャンネル登録ぜひともよろしくお願いします、まあ、ではまた来週です。